結城林蔵は、明治、大正、昭和期にかけての日本の写真技術家。昭和9年版の日本人事名館記載の結城林蔵の公によれば、慶応2年2月新潟県の久保田勘治の次男として、出生し、明治19年同県農業学校を卒業。結城吉伏の養子となり、洋服技術の事情とめと結婚して、結城家の家督を、明治28年に相続している。 有機の卒業した新潟県農業学校がいかなるものかは不明。ちなみに、旧西新潟県立農林学校は1903年の創立とされていて該当しない。1900年、当時倉前にあった東京高等工業学校で写真技術を講じ、東京高等工業学校助教授の身分で1902年11月29日より1905年3月25日まで、 文部省留学生としてドイツ及びオーストリアで写真技術を学ぶ。帰国後、東京高等工業学校教授を経て、1914年、上野の東京美術学校に写真製版科が新設されたのに伴い、同校教授同科課,課長に就任する。エッチングなどの指導を行った。同年、東京写真研究会審査員となる。1923年、 小西写真専門学校設立にあたって初代校長に就任する。ありがとうございます。